ジャズ喫茶ガリレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はヨーロッパジャズをお届けします。ヨーロッパジャズの中で今日は UK ジャズですね。ブリティッシュジャズです。それで UK ジャズ、まあ時代によってですね、やっぱりその保守的なジャズメン、あるいは時代が遡ってくるとですね、アメリカのように新主流派と言われるモーダルなサウンド、そういった人たちがやはり出てきます。今日お届けするのもモーダルなサウンド、新主流派の中心メンバーですねのレコードをお届けします。今日のレコードはこちらになります。グラハム・コリアーという人がリーダー名義です。そしてこれがリリースされたのが1970年です。ですのでもう時代はそういった新主流派よりモードも昇華した、まあ、優れたミュージシャンたちの集まりなんですね。アルバムタイトルはここにあります。Songs for My Father。 どこかで聞いたことのあるような、タイトルですが、そしてグラハム・コリアミュージックとあります。まあ、セクステットとかセプテットとかクインテットとかそういったことにはなってないんですね。そしてフィーチャリングハリー・ベケットとあります。ハリー・ベケットという人はトランペットとかフルゲルホールを吹く人なんですね。それでグラハム・コリア・ミュージック、つまり、集合音楽なんですね。曲によって小編成だったりとか、曲によってもうオクテット8人ぐらいになったりとかなります。そして曲によって、メンバーがですね、そのソロイストがですね、変わるんですね。基礎となるもちろんこのベーシストであるグラハム・コリアという人はもちろんいます。そして、ピアノトリオはやはり基礎になるので、この3人は、全曲に固定されています。そして、あと管楽器で、サックス奏者2人ですね、とこのフューチャーされているハリー・ベケットという人、この管楽器3つ、つまり6人はですね常に固定されてるんですね。それでソロイストがトロンボーンが加わったり、他の、サックス奏者が加わったりとか、そういう風になっています。それでこのレコードなんですが、こういうレコードなんですが、そしてここに、主要メンバーがですね、アラン・スキッド・モアとかですね、もう、名前聞かれたことがあると思いますけども、そういった人たちが出てきます。そしてピアニストのジョン・テイラーですね、優れたピアニストですがも入っています。それでここに、ソング1,2,3,4,5,6,7 というふうにですね、曲名がないんですね。1番から7番まであるんです。そして、括弧付けでですね、その、まあ、曲調を聞けばわかりますが、ワルツっぽかったりとかですね、あるいはバラードっぽかったりとかですね、あるいはちょっと先鋭的な感じですね、ちょっと尖った感じなサウンドとかあります。
そして私この7曲で気に入ってるのはですね、ソングフリー3曲目を今日お届けしたいと思います。まあ、代表的なのはやはりソング1になるんですね。一番長尺になります。曲の時間が長いんですね。もう本当に集合ミュージックという感じがします。一斉に楽器が鳴っているというそういう感じですね。ですけども今日は、それぞれのソロを回していく。そのソロを回すのがトロンボーン、フリューゲルホルン、ピアノ、この3人のソロがですねすごくいいです。そして主人公であるグラハム・コリアンのベースがですねもうブンブン、なってます。今日お届けするのもそのベースで始まるんですが、もうかっこいいでしょ。とにかくすごくシャープです。ソロ人の3人目のジョン・テイラーのピアノ、これも切れ味鋭い、本当に、かっこいいです。とにかく聴いてください。ではグラム・コリアミュージックソング3をお聴きください。ジャズアイよ。